オ,オカバマダラは、蝶目、縦葉蝶か、マダラ蝶赤に分類される蝶の一種。北、アメリカでは、渡り鳥のように渡りをする蝶として有名。成虫の前肢蝶は5センチメートルほど。羽は、大色で、新脈と円が黒い。黒の縁取りの上には小さな白い斑点がある。オスとメスを比較すると、オスは、子の腹部に近い部分に黒い斑点がある。 メスにはこの黒い反転がなく、黒い死脈がオスよりも太い。ゆっくりと飛ぶが、飛行能力には優れていて、あまり羽ばたかずに気流に乗って遠距離を飛び続けることができる。主に北アメリカのカナダ南部から南アメリカ北部にかけて分布するが、西インド諸島、太平洋諸島、カナリア諸島とマデーラ諸島にも分布する。日本では、 小笠原諸島や南西諸島で発見された記録があるが、これらは定着しておらず、季節風や台風などに乗って日本へやってきた名著とみられる。なお、ロシア、アゾレス諸島、イギリス、スウェーデン、スペインでも名著としてしばしば記録される。メスを見つけたオスはビブから毛の束を出し、この毛の束からフェロモンを放出しながらメスの周囲を飛び回る。 交尾の終わったメスは、幼虫の植草であるトウワタなどのガガイモ化植物の上に産卵する。幼虫は白黒の横縞模様で、頭部付近とビブ付近に黒い突起を持つ。また、サナギは青緑色で、浮か間近になると、金属光沢のある海国色となる。幼虫は、トウワタの葉を食べることによって、トウワタの持つアルカロイドを体内に蓄えて毒化する。この毒は、 サナギや、成虫も持ち続けているので、鳥などが、オオカバマダラを捕食すると間もなく、苦しみ始め、ついには吐き出してしまう。オオカバマダラは幼虫、サナギ、成虫どれも鮮やかな体色をしているが、これは捕食者に毒を持っていることを知らせる、警戒色と言える。カバイロ一文字など、オオカバマダラの羽色に似せた擬態をすることで身を守る、蝶も知られている。また、 分布域の南部では、同族の他の蝶と分布が重なるため、ミューラー型議体も起こっている。木の枝に、鈴なり状態に群がった、成虫等綿に止まる大株まだらきた、アメリカに分布する元アシュ、元足、DP プレキシーパスは、南北 3500km ほどに及ぶ分布域内で、1年のうちに北上と南下を行う、ことが知られている。ただし南下は世代で行われるが、 北上は3世代から4世代にかけて行われるので、同じ個体が移動する渡り鳥の行う渡りとは厳密には異なる。春にはカリフォルニア州からメキシコにかけてで見られる。これらは世代交代を繰り返しながら徐々に北上し、夏になると北アメリカ中部まで達する。そして8月頃、北アメリカ中部で羽化した個体が南下を始める。この世代は、 多くの花から蜜を吸い、体内に脂肪を大量に蓄える。この脂肪をエネルギーにして、春に移動が始まったカリフォルニアからメキシコにかけての地域を目指す。ロッキー山脈から東では、メキシコのミチョアカン州で越冬し、西ではカリフォルニア州の中部から南部で越冬する。10月頃にはこの地域の森林地帯で、木の枝に鈴なり状態となったオオカバマダラが見られる。 このような木では、蝶の重みで枝が折れることもある。南下する世代は、北上する世代よりも寿命が長い。この大移動にまつわる報告、研究も数多いが、大移動の理由の一つとしては、幼虫の植草を枯渇させないためが挙げられる。米国フロリダ州から、カリブ海、アマゾン川流域に分布する DP メガリップアッシュは渡りをしない。 越冬地となる森林が多く伐採されたこともあり、オオカバマダラは近年個体数を大幅に減らしている。そのため今では人間がオオカバマダラを産むということも行われている。その目を引く姿と興味深い生態からアングルアメリカでは広く愛されている。アラバマ州、アイバホ州、イリノイ州、テキサス州の州の昆虫及びミネソタ州、バーモント州、 ウェストバージニア州の州の町に指定されている。カナダの国虫であり、1989年にはアメリカ合衆国の国虫にノミネートされた。ペットとしてまた教材として飼育されることもあり、結婚式で成虫を大量に放つことも人気がある。昆虫学者は愛鳥家の協力により来たアメリカ各地で秋に捕獲した成虫の羽に標識シールを貼って放し、 渡りの生態を調査している。カリフォルニア州とメキシコでは越冬地をエコツーリズムに役立てている例もある。大移動とメキシコでの保護活動を紹介する2日共同制作のテレビ番組が2007年に NHK で放映されて、その後2013年5月2日に再放送された。そして同年10月24日 NHKBS プレミアムでハイビジョンフロンティア特集。 神秘の超脅威の大冒険として再々放送された。カナダやアメリカ北部から5 0 0 0トルを超えて大カバマダラが飛来するメキシコミチョアカン州では死者が家族のもとに帰るものとして賑やかな祭りが催され観光化している。また、渡りの際に 様々な環境の変化によって年々その数が減ってきていると継承している。ありがとうございます。